復活ライブでテリー・ギーリアムが演じたガンビー・ガンビーは空飛ぶモンティ・パイソンに登場するキャラクターの一つである。モンティ・パイソンメンバーの中ではマイケル・ペーリンが演じた回数が最も多い。ガンビーはヒトラーやチャップリンのようなひげを生やし頭には四隅が結ばれたハンカチを乗せている。細いワイヤーフレームの丸眼鏡をかけておりサスペンダーで釣られたズボンは 膝丈程度にまくり上げられている。彼らはほぼ必ずフェアエル柄のタンクトップセーターを着ており、1950年代のエリカラーナシシャツを袖までまくり上げ、ゴムブーツを履いている。ガンビーたちは拳を握りしめ、腕を霊長類のように前に出していることが多い。彼らは顎を突き出して受け口にし、大声でゆっくりと音節ごとはっきりと発音してしゃべる。 ガンビーというキャラクターはマイケル・ペイリンによって作られ、ジョン・クリーズによって初めて演じられた。初登場は第1シリーズ第9話ありのご紹介でクレアム・チャップマンが演じたものである。この時は R.J. ガンビー教授としてクレジットされている。パイソンメンバーは全員ソロでガンビーを演じたことがあるが、ガンビーとしての登場回数が最も多いのはマイケル・ペイリンである。 空飛ぶモンティパ・アイソン第3シリーズのオープニングは、ペーリン演じるガンビーによるタイトルコールで始まる。ガンビーは、木こりの歌の木こり、スペイン宗教裁判の姫にすすき教と並び、ペーリンの代表役の一つとなっている。ガンビーは、しばしばスケッチマンのつなぎとして登場し、社会問題への持論を展開することが多い。第二シリーズ第4は、バズオルドリン賞では、建築家スケッチ、 保険業者、コント、薬局スケッチをガンビーたちが紹介し、番組の終わりにも彼らが登場した。ガンビーが主役のスケッチとしては、第2シリーズ第12話、スパムで放送された、ガンビー教授の生け花教室、第3シリーズ第6話、マリー・ホワイトハウスなんかぶっ飛ばせ、で放送された、ガンビーのガンビーによる、脳外科手術などがある。ガンビーのガンビーによる、 脳外科手術でのセリフマイブレインハーツはガンビーのセリフとして有名なものである。映画第2作モンティパイソンホーリーグレールのトレーラーにもガンビーが登場するがすぐにトレーラーの監督の声で止められてしまう。このトレーラーは2001年にアメリカ向けに制作されたもので現在発売されているソニーバンディスクに収録されている。 パイソンズの30周年を記念したスペシャルでは、制去したチャップマンを除く5人が全員でガンビーを演じた。なお、チャップマンの役は、エディ・イザードが演じた。2014年の復活ライブでは、テリー・ギーリアムが DP ・ガンビーとして、ガンビー教授の生け花教室を演じた。この役は書室ではペーリンが演じている。また、ディスクのスリーブには6人全員が、 ガンビーの格好で映っており、特典映像、グリーンスクリーンでの撮影では、アイドル以外の4人が、ガンビー姿で収録を行う様子が収められている。ほとんどの場合、ガンビーたちに名前は与えられておらず、全員が、ミスター・ガンビーとして呼ばれる。一方で、時には彼らの名前がテロップとしてクレジットされることがある。その一例を以下に示す。ガンビーは、テレビ番組、 ザグッディーズの2エピソードにも出演している。番組と同名のコメディグループ、ザグッディーズは後からガンビーたちをジョンとエリックだと紹介した。ありがとうございます。